宇部キューブ 1.0 という作品となります。8m50 ですかね、の 9m の、キューブ立方体に今映像映っております。足元にも映っております。こちらの作品の作者紹介させてください。三谷忠さんです。よろしくお願いします。どうも皆さんありがとうございます。この作品は見ていただいた通り、完全なキューブですね。一個体のキューブを用意してそこにあらゆる方向から映像を映しています。我々の作品を作る時に非常に気をつけることはどれだけ自由を担保ができるかということを非常に、重要視しています。映像ってついついこう一対一の関係になりがちなんですが、見ていただいて分かるように皆さん自由にあらゆるところから映像を見てもらうことができますし、今回は実はキューブの中に入ることもできます。15分間さまざまな映像が流れる中で、皆さんが好きなタイミングで好きな場所で映像を見ていただきたい。一回見ても、全部全ての映像の、全貌をつかむことは不可能だと思います。何度か来ていただいて、このキューブの意味みたいなものも、ちょっと知っていただいたらいいなと思います。映像の流れ自体は宇部市、常盤公園の、歴史っていうのは大げさなんですけども、故事みたいなものをから作っています。このキューブが一つのジェネレーターです。今上から水がずっと止めのなく流れて足元を流れていきます。そのうちこれが石炭になります。上から大量の石炭が降ってきます。で最後に近代的なビジュアルになって、上の現在と未来を表現するビジュアルがここが生成され、皆さんの足元に広がっていてエンディングになるという作りになっています。そんなもんです。以上です。はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんのキューブの中に入ってですね、鑑賞いただければと思います。よろしくお願いします。